こんにちは、速稼塾の久保です。花屋龍馬さん、昨日はね、お越しくださいましてありがとうございました。あ、そしてですね、私がね、こうやって視聴者さんをお招きするのってもう今までね、何百人といるんですよね。まあ、何百人と言ったら言い過ぎなんですけども、年間で大体100人ぐらいの方を来ていただいて、こうやって面談をしていただいてたんですよね。残念ながら2020年は例の感染症が あったおかげでね、そんなにたくさんの方は呼べなかったんですけども、まあ、久しぶりに花屋龍馬さんに来ていただいて、うちにも来客があったなということでございます。まあ、久々にね、家の中ちょっと片付けちゃったなってとこですよね。まあ、その中でも、私がね、こうなんでね、こうやって、お招きをするのかと言いますと、実はこれは私も2013年速稼塾を始めたその瞬間に、六本木ヒルズのね、あるいわゆるネオヒルズの宅に招かれたことがあるんですよ。私はその時ネオヒルズのある塾を買ってですね、与沢坪さんじゃない方の塾を買って、そして毎月毎月、マイホームミーティングっていうのがあったんですよね。でそこで、その方のお宅に招かれて、20人ぐらいですかね、全国から集まった、といっても東京近郊がほとんどだったんですけども、私一人だけね、地方から広島から後々やってきてそこに参加したんですけども、まあ、そうやってね、あ、未来の生活はこうなるんだっていうふうにイメージしたもんでした。まさにそれがね、花屋龍馬さんが先ほど動画で言われてたような、あ、俺の未来はこういうふうな形になるんだみたいにね、一つの通過点として私の住まいを見てもらったと思うんですよ。で、私の家っていうのは特に、周りから見て特別贅沢ってことはないと思います。はっきり言ってね、この地区ってもう割とお金持ちが住んでるんですよ。で、人生ね、もうリタイアされた方で、結構60代とか70代で、第二の人生をゆっくり過ごされているばっかりの方が住まわれている土地です。そうなってくると、まあ、私はね、若くして住宅ローンもあるわけではないですし、かといって毎日どっかに勤務に行くわけではない、本当に在宅してですね、のんびりと過ごさせてもらってる、まあ、ちょっとだけ、楽な暮らしをさせてもらってるかなっていうところではあると思いますけども、客観的に見て大豪邸があったりとかね、高級車がいっぱい並んでたりとか、シャネルやヴィトン身につけてるようなものではなくって、はために見たら普通の人なんですよ。そうなんですよ。私が求めてるのはこの普通の暮らしを送りながら十分この暮らしを楽しむってことなんですよね。通常私の年代だと一つの一軒家があったりとか家族を抱えてると、その人生の時間の大半はどっかに勤務に行くってことで、消費されていくんですよね。そして家に帰ってきてもその家を十分楽しむことができないまま年老いていくと思うんですよ。まあ、そういうふうな暮らしが今のところ仕方がないんだろうなと思いますけども、私はどうしてもそれがね、気に入らなかった。だから私はもう本当やみくもだったんですけども、インターネットビジネスというものに手を出してみて、そしてやる以上は成功させるという精神でここまでやってきました。まあ、私の暮らしが成功かどうかっていうのはいろんな見方があると思いますけど、私は一旦の成功を収めたと思ってます。それはですね、今の暮らしが家族と共にあるからなんですよね。もちろんこの成功っていうのは新しいフェーズの成功を求めていくための一つの山のふもとでもあるかもしれませんし、もしかしたらこの成功っていうのは白氷の上に立ってるのかもしれません。その覚悟はあります。まあ、ですんでね、この成功にあぐらをかくことなく、また新しい旅を日々過ごしていかないといけないかなと思うんですよね。その中で花屋龍馬さんのチャンネル登録百数十人っていうのを見た時にね、必ずこの人はチャンネル登録1000人2000人、そして、大いなるビジネスマンとなって、私とね、肩を並べて、そしていつか私を抜いていくんだろうなというふうな期待と恐れがありました。で、まさにね、それが的中したんだろうなと思います。で、今私はね、その昨日花屋龍馬さんを迎えて本当に私の方が誇らしい気持ちでいっぱいでしたね。まあ、こういうふうな育っていく若者を自分は最初から見ることができたなと、そのすごいね、ストーリーを私は見ることができて感動ですよ。花屋龍馬さんがウォートークの動画を上げてきたその頃から私見させていただいて、遊戯王転売やってるんだなと、そして YouTube に力を入れてんだなと、いろんなビジネスをやり始めたなと、そして私のね、影響も多少あったのかもしれませんけども、コンテンツアップをしたりとか、メンバーシップをやったりとか、さまざまなプロジェクトを組んだりとかしてね、サムネイルもどん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 楽しそうに踊るようになってきました。いやー、本当に面白いですね。花屋龍馬っていうね、一つの人生が、本当双葉になり三つ葉になり、大きな花を咲かして花園になっていくところ、そして最後はね、大きな、もうお花だらけ、ほんで、お花畑って言ったらね、なんか変なバカにしたような風になっちゃいますけども、私は大いにね、お花畑であってほしいなと思います。ギスギスした関係って似合わないんですよ、やっぱり私たちにはね。どっかフランクで、どっかフレンドリーでね、どっかちょっと抜けてて、でドジって、それでもなんか進んでいくみたいな、まあ、そんなところじゃないですかね。我々も普通の人間ですから、普通の人間が目標を達成する、それがまあいわゆる成功だというふうに私は捉えてるんですけどもね。
目標を達成する。だから目標っていうのが高ければ高いほどいいのかもしれませんけども、でもね、目の前にある目標を一つ一つこなしていくのも、これはね、大事な暮らしという戦いだと思うんですよ。ぜひね、そういうことも考えながら、そしてこれからはね、もっともっと花山さん、弱者に寄り添ったそんな発信を私たちはしていくことができると思うんですよ。勝ちを誇るだけではなくって、なかなかね、勝負ができない人の痛みや弱みや苦しみとか、こういったものに私たちは結構ね、耳を傾けていられるんじゃないかなと思うんですよ。そしてできる限りのことをやっていきましょう。で、次の動画にも期待していただけるような、そんなね、コンテンツ作りをしていけるんじゃないかなと思うんですよ。これからまだまだね、黄金期に向かっていく花山さんと、で、私はどちらかというとこれから衰退に向かっていくというね、老いもありますね。まあでもそれにもう抗う意味で、私もね、体を鍛えながらね、そしていろんなことに興味を持ちながら、新しいことをどんどん学びながら、まだまだ若いもんには負けへんでみたいなね、感じでやっていこうと思います。いやー、それにしてもね、昨日は私もね、本当楽しかったです。いつも住んでるこの我が家が全く違う遊園地になった気持ちがしました。本当にね、花山さんが帰っていったその後ろ姿、車が壁を曲がってね、もう見えなくなってくるところをずっと見つめながら、また会うのはいつかなと、次の会える日もね、もう楽しみですよ。これからもよろしくお願いします。それではね、神童花龍馬シリーズ、次からもガツガツいきましょう。じゃあ、九郎と久保哲郎シリーズも送ってくださいね。いってらっしゃい。